谷原章介さんといえば、王様のブランチやアタック25の司会、NHK 今日の料理のナビゲーターとしておなじみですね。映画、ハンサム、スーツや鬼平犯科帳ファイナルなどの演技も話題でした。そんな谷原章介さんの生い立ちや実家、大学や朝、嫁の三宅恵美さんや子供、写真画像などウィキプロフィールに興味があったので調べてみました。谷原章介さんのプロフィール、名前、谷原章介、谷原章介。出身地、神奈川県横浜市。生年月日、1972年7月8日。身長、183センチ。体重、72キロ。血液型、A 型。所属事務所、ジャパンミュージックエンターテインメント。谷原章介さんの出身大学。谷原章介さんは、横浜県横浜市にある、神奈川県立港北高等学校を卒業後、節モードセミナーという新宿にあるファッション系のアートスクールに進学し、その後中退しています。ちなみにこの学校の OB、OG としては、女優のキキキリンさんや藤谷美紀さん、漫画家の庵野もよこさんや桜沢エリカさん、ミュージシャンの小山田圭吾さん、建築家の安藤忠雄さんなど、著名人が名を連ねています。谷原章介さんの実家、生い立ち。谷原章介さんは、神奈川県横浜市出身で、横浜市立高田東小学校、専攻して横浜市立元町小学校、横浜市立新田中学校を経て、神奈川県立港北高等学校、横浜市を卒業しています。つまり生粋の浜っ子ということですね。そういえば、2016年の元日に、横浜市の林文子市長と谷原章介さんが新春対談をしていて、その中でご自身の横浜愛を披露していましたね。本当に地元の横浜のことが好きみたいで、横浜市民も嬉しかったのではないでしょうかね。ちなみに谷原章介さんは、現在は都内にある約220坪、6億円という大豪邸に暮らしているのだとか。その豪邸では、父親と、妻の母親と、6人の子供たちと、妻と自分の合計10人の大所帯で暮らしているそうですよ。谷原章介さんの嫁は三宅恵美、子供や写真は、谷原章介さんの妻は三宅恵美、三宅恵美さんといい、元タレントの方なのだそうです。谷原三宅、すっぴんっぽいですが、綺麗な方ですよね。あの石田一生さんの元妻で彼との間に長男を設けましたが、離婚し、親権を得ます。その後、谷原章介さんと結婚し、5人の子供を設けます。ちなみに6人の生年月日は以下の通りです。長男2003年12月誕生、石田一生さんとの子。長女2007年10月誕生。次女2009年4月誕生。次男2010年10月誕生。三男2012年2月誕生。三女2015年4月誕生。こうやって並べてみると、改めて6人の子持ちというのはすごいですよね。おう。以上、谷原章介さんの生い立ちや実家、学歴や嫁の三宅恵美さんや子供たちについてです。